というわけで、めんどくせんでもうここまで来ました。はい、という感じでございます。めんどくさかった。まああれ過去に散々苦しんだんでまあいいかなと。レベル90になりました。あ、思考の技を覚えました。こんな感じです。これ最終スキルっすね。これでもう偉人です。ランダマイザーとかあればねよかったんだけど、まあおたけびでいいかな。つうわけでバルアバター挑みます。ですね、メンツはですね、なんとみんな魔力が効かないということで、あれ魔力みたいですね、ぐらい、まあ、あれはクソダリンでいきたいと思います。過去苦しめられましたからね、あのハエカは。ペルソナ5のネズミ思い出すやな。逆か。でもなんか若干、うん、イサメもそうだったんだろうな。どうすかな。ラクンドラクンドボックです。もう最初から行く。よし、対策バッチリっす。じゃあやらせていただきましょう。あー、しまったな。これやって、あれ、あ、別にやればいいか。カルンダやってないよ。これやって落下じゃ2回やればいい。惜しいの。はい、くそ減るわこれ。あ、これだよ、俺が欲しかったのこれだよ。イサム戦面倒くさかったかんな。そんな減っちゃう。体力増やしたんだけどな。あー、楽でいいね。ここで覚醒する前にちょっと差をつけたいっすね。じゃあいけ、おら、お披露目じゃ。3000じっくり出てほしかったっすけどね、そこは。まあしょうがない。200か。何なのこれ、何だろう。あー、それか。1万3000もある。1万3000ね。なるほど。あいつらまあ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 てかめちゃくちゃうざかった気がする。回して気合い入れて、よし、
あ、これでもあれか、メディアル班ずっとやられちゃう。観光とかやるのか。やるか。こいつ敵殺とかあのなんないかな。一撃で死なねえかな。あーダメだこれ。あいつからやるしかねえ。まましいの。なるほど。あ、ちゃんとクリティカル出る。それは握手だぜ。気持ちいいやな。でも気持ちいいわ。あのあれがめんどくさかったんで。ノア、あれは本当にめんどくさかったな。ちゃうか、めんどくせえ。よく見とけ。クリ出てくれよ。何言ってん。あ、まあいい。対策済み。俺あれマジで綺麗だからな。クリ出てくるな。そうすれば回復できる。でね、いやめんどくせえ。これ回復するか。よし、ちょっと。なかなか出ないね。上等だよ。避けろ。あー、やばいかも。デカじゃ、デカじゃされちったな。別にデカじゃされてもさほど困んねん。うん、クソだるかったらなんとか。よっしゃ、じゃあ行くか。はあ、マナーが悪いな。うわー、マジか。俺今何された。何も戦法半分 D。あー、一応あれ出してもよかったな。あ、そっちだったか。一応ね、スカーハーも出せたんですよね。出してもまあ良かったと思う。俺はでも大掃除で生きて、どうしてもダメだったら
ンパンだったな。でもたるんだ落下じゃがやっぱ理想なのか。いやいなくなったら最小感とかってするかな。とりあえずこっち攻撃しとくか。回復するやつイメージ。1万3000だね。じゃあすぐだ。落ちるか。どうできた。ボーナス1回で十分だ。あーいいな、テンポがいいわ。やっぱ俺やっぱノアテン嫌いだわ。めんどくせえあいつ、絶対的におかしい。あれだけは好きになれねえな。グヒー、やってくれたな本土のアルタ扱い。いくぞ、よく見とくや。え、なんだこいつ。ん、何、まだ攻撃していいの。あれか、だいぶ効いてんじゃないかこれ。大僧正が力カンストする。本当は一緒に来てほしかったんだろうな。雨の宝千秋様。カウントするの？ふざけんな、今ボス戦終わったばっかだぞ。気使えや。普通来ねえだろ。何考えてったえ。俺アジズレイで。とりあえずこれか。
今ふいーって額の汗を拭ったところなのに、ちょうど風だなーって。あ、そう、結局あれでした。死亡遊戯の方を残しました。いろいろ考えた末、パンチでもいけるようになってる。パンチでも、物理戦でもいけるようになってる。向かうところ手式なしじゃねえか、 D。 いや、俺たちの D が帰ってきた。嬉しいよ。あー、どうしようかな、アジスかな。モスマン、モスマンも使ってあげたいんだけどな、なかなか、うん、とりあえず上行くか。大掃除ね、できれば隠しボス戦に、隠しボス説が、まあ、ラスボスか、うん、アマラエンド出してんだけど、まあきついかなし、いろいろ考えております。そっちは、そっちなんか宝箱とかあんじゃねえ。ここエンカウントすんの謎じゃねえ、マジで卑怯だよ。リリスダメだ、いやリリスいける。寝てる寝てる寝てる、可愛いじゃねえか。あのね、どっちかっつったらアルシエルなんかよりもあのあれの方がめんどくさいんですよ。アバドモンハン劇やんだもん。あれ、噛み合いしてほしかったな。イエアして、あの、モンハン劇を、なんないのか。左利き。クズや、おい。ホンダエキシビションマッチ。なーい、マジで、おめえら。ちょうどいいじゃねえか。ちょうどよい、良きかな。うわ、地獄を味わえ。はい、4200レベル、レベルが上がる。カイラス解禁しました。それ解禁ってか、なんて言えばいいんだ、解放、魔帝だからな、今な。これはあれだね、あの、ルシファー様に、あれだっすね、あの、やべ、ネタバレしちゃった。あのお方に、あの、ちょっと、顔向けできますね。胸を張って。今の、聞かなかったってこと言ったんでしょ。うん。まあ、でも分かるよ。できる、信じてた。やんぞってやめ、この野郎。俺が今挑発をした意味がわかるか。まあ、こういうことだ。あ、ひゅって聞こえた。やっべ、そこ当たって綺麗に全滅するだろう。お、やべえじゃねえか、威力がよ。あ、大掃除行った。ごめん、大掃除を殺したのは俺だ。
あぶねえ。ここはちょっとかっこよく決めたかったな。めちゃくちゃダサかったな。待てからなんかそう反魂神事なかける2になってんだよな。無駄に無駄にかける2になって。味すっかな。別にいいんだけど、貫通の切り目から。あ、でも俺レベル90か、しかも91になろうとしてるな。メタトロン多分95とかなんだ。いやでも俺はもう隠しボスに挑むにはもうあれですね、レベルカンストぐらいが礼儀だと思ってるんで、その前にもう一体いるんだけど、前哨戦みたいなもんよ。で、てかまあ登れっつ話ですね。いい加減。いやまさかでもここでもうエスト回っていいかこれ。エスト回ってもバチ当たんねえだろ。あ、こっちか、行けたのね。行けたんですね。親切だな。なんかあ、こんでここに落ちるんだ。ここね。上に行けんすよね。ちゃんとでもあれだね、バールアバターの手前にあれっすね、エスター作ってくれんのは優しいね。普通か。素晴らしい方々がお待ちですと。まあ、ここで引き返すんですけど、ね、とりあえず鬼神太耳を復活させないと。そう、鬼神なんですよね、太耳さん。武見一とかと一緒かな、確か武見中田とセーブポイントあるんですよ、ここ優しいから。ただあの大ターミナルじゃないって、マジかっつって壁土と3からここあのここまで来るのってまあまあめんどくさいんですよね。戻るか。つうわけで結構まあいろいろと進んできたんですけど、マジで終盤っすね。ふとみさん、まあ次、そうですね、ふとみさんの復活。な、何できんだろうんで。フレスベルク。なんか作りてえな。スカーハーか。スカーハーでまだ、ちなみに、ちょっと、やるだけ。ブツブツ交換。衝撃反射。いや、強いじゃないか。いいじゃないか。衝撃反射あるだけでも、この貫禄よ。まだ強えかんな、普通に。むずい吸収とか狂ってると思うしな。ピクシーがな、もう動かせねえ。うわぁ、アナライズ消せねえ。アナライズ消せねえよ。ごめんな。次はもっと完璧に仕上げるから。味すっか。というわけで、なんか作るか、こいつだよ。ケルベロスか。まだ作ってもまあいいけど、どうせならスカディにしたいな。うん。全体制で。カーリーね。オーディン、アタバク、まあまあまあ。モスママよ。モスマンとフレスは、アヤロスになるんだ。杖見たま作りてえな、これで。杖な。悪く、あ、スキル自体は悪くねえもんな、こいつら。そっか。じゃあ、クロス。まあ、とりあえずじゃあ、いや、とりあえずじゃあ、太耳さんっすね、まずは。作りてえな。